ボールナにねヘッドを置いてクラブを置きっぱなしで胸郭と右の腰からスタート、静かにまっすぐ上げてください。スムーズ、そうちょっとこねこねってあげるよね。もう一回いきましょう。もう一回バックスイングの時に、ね、両膝が正面向いたままねじる。でグリップエンドは右の太もも近く通り、はい、ナイスショットです。もう一回、あ、ボール挟んだ分くっつきますね。くっつくでしょ。はい、はい、もう一回、まあ、両膝が正面です。グリップエンドは太もも、ヘッドアウトサイド、あ、めちゃくちゃいいです。この間2日前に比べたら全然違います。うん、そうです。すげー変わっちゃった。ヘリコプター、すごいです。球がまっすぐしか飛びません。あの、ミオさんインサイド引きすぎちゃうから体操です。で回して、その時ちゃんと右の太ももに絞りがあるから、もう一回ちゃんと右の太ももに乗るってこと。そうですね。そしたら右手っていうのは運動量、ここからこうこんだけ立てる立てる。で左手はここから左手の親指を下から潜り込ませる。こういうの、もう一回。そう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 。もう一回。こう一回。右の太ももをねじる。こういう角度で斜め右から見る。右手は立てる。左手はそう。こういうことですね。左手はそう。もう一回。左手は下から潜り込ませる。こういうイメージ。すごいです。一番はグリップです。今までね、ここギューッと握ってね、すごい強かったんですけど、ここのね V 字をね、もう触ってるぐらいですよ。ここ、そうそう。で、バックスイングのスタートでフェース、あの手のひらがこう上向くような感じで、右手のひらがこういう感じで。もうクラブこうやって振った時にクラブの感性感じる。ブラーンブラーンで動きたいよって、これに動かせなかったんですよ前はね、はい、前はねヘッド見てあげてたんですけど、今ねボールの前方飛球線1メーター先に意識を置いてます。ほらね、スイング変わったでしょ。今みんなドローボールです。そう、そこに乗せる。そう、ナイスボールですね。ストレートドローです。すごいね、全部ドローダウン。スムーズ、綺麗でしょ。ミオさんにとってはこれがまっすぐです。そう、極端にインに引く原因は左の耳がおねんねしちゃったのね。よいしょ、うん、ドローボールですね。ね、ドローボールになりました。マレーシアの皆さんね、いいでしょう。マリさんです。ちょっとね軸がねこっちに突っ込む傾向があるから今前習いしてます。ここ超痛がいね。このまま手だけでやってみて、右左、はい、こうすると 手もね ぶつかっちゃいますよね、胸に。でこの両手がこの真ん中に来た時、体一気に回転すると背骨を軸に回転する感覚がわかる。はい、どうぞ。クッと、そうね、見てて、ね、背中の後ろ、はい、もう一回、はい、スイングってこんなにちっちゃく回転するんですよね。はい、くるっ、はい、OK です。前はボールに合わせてたの、ここメンタル、いいよ、もう一回なんです。今ね目をつぶってティーアップしたボールを打つんだけど、首のね第7ケース付け根とボールの距離を変えないです。ここだけ意識する。ここの直線、ここの距離を変えないです。はい、あの肩から手がぶら下がってるだけです。肩の下からぶら下がってるだけで体から動かします。スムーズ、はい、今度ナイスショットです。だからティーの音がねちょっとカツッとしてるから、もうちょっと薄い当たりがいいね。首の付け根の第7系ついたボールの距離変えないで、ほら肩怒り肩になって落として、ストーンと落として肩からぶら下がってるだけ、はい、体幹を動かす。ちっちゃくくるっと回る、はい、素晴らしいです。体をねじることから、そう、そう、ナイスです。すごいですよね、ナイスイン。このように担ぎます。ちょっとこっち横向いてください。この時90度ね、90度、はい、こ
こうね、はい、そのまま右向け、右、はい、こうで、ここで10センチか15センチぐらい上げます、ね、で、左手でここですね、下から突き上げるように親指を持ってます、はい、そう、結構遠いですけど、これボール見ながらできますね。しっかり胸回さないと届かないでしょ。ここなんですよ。今までは回さないとこうやって上げてたんですよ。これじゃ体ひねってません。左手で上げると体ひねれません。こういうトップが理想です。うん、開いてくよ、ほら。ほら、うん、ドローボール。どんな感じするこれ。抵抗が全くない感じっていうか。そうですよね。素晴らしい。ほら、ほんとストレートですね。うん、どんな感じ、ここが広く感じるんです。広く感じる。もう裏返しちゃうのね、うん、ここがフェース上向いたまま振ってみようか。下ろしてくるときフェース上向いたの。そう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 。素晴らしい。よいしょ。ね、これでもドローボールですよ。不思議。不思議。すごい不思議。はい、裏面ダウン。すごく綺麗です。この形。ほら、このときほら、フェース上向いてて、ここ90度でしょ。肘も90度。もう一回。上げて1、2、こっからですよね。素晴らしい。分かっちゃったシリーズって感じだね。自分的にはそう、もう自分的には開いたまま落とすんじゃなくて、どん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 振るほどに開いていくぐっとその通りなんですよ。 それが一番捕まるメカニズム。どん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 開いていく感じじゃないと嬉しいな。こういう気づき大事ですよ皆さんね、ありがとうございます、はい、G1 の選手さんに触れてますよね。すっごい触れるようになって軌道がいいから。ちっちゃく回っちゃおう。ちっちゃく、そう、ピッて、そう、そこちっちゃく回ろう。いいよ、はい、そう、そこ流れちゃうからスパーン。ナイス。ちっちゃく、そう、そう、背中に入れ替わる、そう、ちっちゃく、ヘッドここに置いといて、ちっちゃく回る、そう、この動きだよ、本当に、はい。おお。ちっちゃく回れてますよね。何合わせるんじゃなくて、うん、手を止めたまんま、このまま回る。そうだね、肘から先ですね。ここ、打ちに行くと、絶対回れない。ね、皆さんこれ見て、ほら左手でこう起動、綺麗でしょ、綺麗。スイングプレーン、はい、あの普段ちょっとカット気味に入るんで、今ボール意識しないでね、インサイドアタック、インサイドアウトの起動で、はい、打ってみて、はい、どうぞ。インサイドアウト、はい、綺麗ですね。すごく綺麗。インサイドアウトってさ、フェース開いて入ってきますよね。ボールに向けちゃダメですよね、はい、そう、左手、そう、左手は肩の真下通りね、そこそこそこなんですよ。左手がボールに向いちゃうとダメ。そう、左手はもうつま先の10センチ前、はい、どうぞ、もう一回。左手はつま先の10センチ前、ここにヘッド落とすんです。あ、いいです。すごくいいです。スイング中にね、なんか手が長く感じて、ちょっといろんなミスが出だしたら、こういうドリルする。ワーキングトゲザードル、両肘が両腰さして、ブラーン、ブラーン、ブラーン。手元の動きすごくちっちゃいです。この中でクラブがここに来た時に、ここですよ、ここで振ると、インパクトゾーンが長くなりますから、ブラーン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 。必ず両肘が両腰から離
はみ出ないの。ピッて回す、うん、両肘も体の中でピッと回す。こんな感覚で打つとピシッと決まったね、インパクトになります。ちょっと素振りして、そう、手元の動きちっちゃくして、はいはい、ピッ、そう、いいね、ナイススイング乗っちゃった。ドーン、これまさにハンマー投げなんですよ。手伸びっぱなしで一気に畳むのって今こういうスイングされてました。インパクトすぎたら伸ばさないで返ってすぐ曲げちゃう、こういうスイング、ドーンってついて手返してるから全部フックされてたんですよ今。そう、インパクトが先もヘッド出さないの、キュッてもう肘曲げちゃう、違うからね、それ裏面ダウンして、そうそう、オッケー、完璧です。まあ、インに引きすぎちゃうんで、はい、ここにください。一気にこの高さでこう開いて、もう一回一気に、そう、いつもこんなになってこっち来ちゃうんですよね。こう今開くように、ここでいいです。とりあえず、はい、もう一回。この高さ一気に来てください。はい、そうです。はい、じゃあ打ってみましょう。そう、完璧。そう。いいね。ピッて回りましょう。そう。置き座りで、正しいとこ上げて、ピッ。はい、完璧ですね。横に上げたらそこにヘッド大きくピッ。ね、綺麗だよ、これすごい綺麗。トップでのくねくねのね方いらっしゃるでしょ、女性の皆さんでも見てて、シンプルですよ。ミートナイフの握手するところに開けて、ペッ、ほら、シンプルでしょ、ね、これ見てください、歯磨き粉のペースト、もう本人怖がってます、これ出ちゃうと思ってね、はい、出ないように触ってるぐらいで、はいはい、体回す、はい、もっとフィニッシュまで、フィニッシュまで、フィニッシュ取って、そう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 、もう一回でも、こうやって指と指の間が開いちゃってるの怖いよね、でもいいよ、これ結構固めのペーストですから指がちゃんとグリップしてみて、いいよ、はい、ソフトスムーズ、あ、全然いいですよ、さっきより、はい、でも指との隙間が開きっぱなし、しょうがない。で、皆さんね、これペーストピッて出ちゃうのはもう力入りすぎ、一定の力で10のうち2か3ぐらいギューって握ったうちの2か3ぐらいですから、いいを出しちゃってもいいから、はい、怖がってる、はいはいはい、 OK です。さあ、だいぶ触れるようになりましたね、懐もいいです、ピッと、素晴らしい、どう、どこ、そこでしょ、やっぱ裏面でしょ、裏剣、裏剣、ほら裏剣、ここ、裏剣ですよ、これ折っちゃダメよね、これこうやってね、こう、そのまま、はい、ちっちゃくターン、やっぱそこですね、はい、素晴らしい、レディーゴー、はい、入ってます、入ってます、したらこのケースをオープンにするつもりで、この裏面でペースをオープンにするつもりで、これでいきます。で、こういう感じです。打ってみてください。パーフェクトです。これ見て、ほら。ドローンになったでしょ。中尾さん、ベイビーフェードなんですよ。開けば開くほどドローンなんです。女性のティーグラウンドの前はいつもカンガルーがたくさんいます、ね、これ今日は前にないからいいけど、ナイスショーでーす、これ前にいたら怖いでしょ、カンガルーがね。